現在まだにわか雨の残っている北陸から北日本の山沿いなどでも、今日はお昼頃からはよく晴れてくる、天気は回復して、穏やかな、そして清々しい陽気となりそうです。現在の10分天気の実況報告、6時50分までの1時間にいただいている状況を見てみますと、この時間、北陸や関東北部、甲信北部の山沿いから北日本の内陸山沿いのエリア、こちらでまだ弱い雨雲が残っていて、にわか雨の報告をいただいております。ただ周辺からはどんどん晴れ間の領域が広がってきている、そういった状況も見て取れます。この状況をまだ残している要因は上空の冷たい空気、寒気です。上空 5,500 メートル付近、氷点下24度という平年に比べますと、10度近く低い寒気がまだ上空には残っていますが、すでに寒気の峠は東の海上に抜けている状況です。また上空の高気圧による下降気流によって上空からどんどん大気の状態も安定化してきています。冷たい空気の影響で地上付近、体感はひんやりしていますが、上空の不安定さはすでに峠を越えて、この後は大気も安定してくる見通しです。お天気の分布予想、この後で見てみますと、午前中一部山沿いなどでにわか雨残るところありますが、お昼前にはほとんど収まって雲も切れて青空がこの方面でも広がってくる見通しです。日中の気温、昨日に比べますと低いですが、それでも4月の中旬から平年よりもやや低い程度の気温ということになりますので、日差しの下ではすがすがしい体感ということになりそうです。ただ紫外線は強くなりますので、紫外線対策はお気をつけください。最新の情報は引き続きウェザーニュースのアプリからも確認いただけます。